練習してるかみんなの練習風景を見よう。なんか恐ろしいよ、これ全部俺の視聴者だと思うと気持ち悪いよ、抜けべえだして。おい、ここにさ、ニートの時間にこの PUBG やってるやつみんなゴミじゃん、等しく。抜けべえ、隔離して。やらしとくべえよ。で、俺たち雑談すべえ。こいつら人間のクズじゃん。今、人類最下位決定戦だぞ、今お前らは。お前らで人類最下位を決めろ。俺が天から見る、それを。そう、人類最下位を決めてるところを魚に酒を飲もう、今度。絶対最下位なんですよ、金曜日の一番忙しい週末の、これ一番忙しくて、学生は学校、社会人は働いてるこの一番忙しい時期に、一生懸命この俺の PUBG に参加してるクズども、頑張れ。お前らで人類最下位決めろ。見てよ、これ。降りる気しねえだろ、こんなとこ。てか、俺の PC でこんだけさ、画面映るってことはさ、公式の PC ほんとゴミだったのかもしんねえな、あれ。そんなストレスなくない？さあ、やり合っております。普通に映るじゃん。まあ、ここは全部追うの無理だからな。なんか、くせえところ降りてるやついねんか、くせえところに。お前そこかみたいなやつ。やっぱバチバチやる。おお、サンマーティンこんなに降りるんだ。へえ。なるほど。うわー、ロスも結構降りてんな。降りてますね。こいつ視点でじゃあお届けしようか。これ逃げてる。逃げてるやつ見ても面白くねえな。ガンガンやってるやつを。ああ、そう、布団ちゃんポジションね。そう、強くねえから、そこ。そこ全然強くねえから、後ろから撃たれるし、グレ投げられるし。そこ強くねえんだよな。89人。みんな結構慎重に立ち回ってるね。いいぞ。嫌いではない。この画面で話しかけてことができる。おい、話しかけない。この画面でどうやって話しかけんの。俺、声出せんの。俺からの激励の一言やりたい。どうやってやんの。神の声使うべ。西へ向かえ。みたいな感じで。お、神の声採用しよう。神の声やりたい、神の声。西だ。あ、これでさ、サウンドでさ、すべてにしてさ、西だ。西へ向かえ。これでいけたかな、今。これで今聞こえたから、俺の声。みんながブワーって西に向かったら今聞こえたっていう風に俺は。聞こえてねえな。あ、そっか、みんなオフってたら聞こえないのかな。さあ、縁縮まってきたぞ。残り53名。そう、俺カスタムサーバーもらったんだよ。いいだろう。ずりーだろう。あげない、お前らには。貸してあげない。貸してあげない。いや、もうこの辺激戦区になるよ、この辺。だってこいつらみんなさ、ここに集まってくるんだぞ。で、おそらく。トミーガン単発打ち？今、トミーガン単発してなかった？これトミーガンだよな。あー、結構厳しい。マキナまだ生きてる、こいつ。あー、マキナ HP がない。さあ、間に合うか。ギリギリの戦い。もうこれはブレーノーブレーキで。突っ込むしかない。回復もない。さあ、マキナは奇跡を起こせる。あーっと、痛恨のマキナ、痛恨の正面衝突。マキナ、ロスにて散る。ロスにて散る。遠くに逃げていくと。そうだな、こっちから行くしかねえよな、現状。うねえ、マジか、お前。
やっぱ動かなきゃダメなんだな、今のやつ見てても。止まって腰打ちしてたらもう餌食だね。ありがとう、まだ一つ強くなった俺は。俺昨日最後ドンカツ取ったって結構動くを意識してたんだよ。やっぱ動いてる敵ってさ、当てにくいじゃん。特に腰打ちとかだと。止まっちゃダメだな、打ち合い。痛い痛い。入れるかギリギリ。かー、これ間に合わねえな、多分。あ、いやー、クマがいたー、クマがいたー。その悪魔に気づきし、もう一人の悪魔もいたー。悪魔対悪魔の戦い見るか。悪魔がいる。こいつ性格悪いな、こいつな。こいつ性格悪いわー。こいつ性格悪いわ、マジでいいね。やっぱ悪くなきゃいけない。こうでなくちゃ。M24、いいじゃん。AR のカックイック。ミリタリーベストアドレナリン注射。ほう。強化されたね、悪魔が。さあ、残り16人。おや？円に入ってるやつは1人しかいない！マジか！これマジで？残り30秒だぞ。佐野もまだいる。これもこれやばい戦いが行われるね、ここから先。ん、あ、気づいた今。あ、気づいてないか。いるぞいるぞ。そう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 。さあ、T ちゃん泳がしつつ後ろから行こうと。ただお前の、お前も後ろ取られてるからな。あー、後ろに取られてんだよな。そうなんだよな。こいつが最高。で、やらせてやらせて。こいつもいいでいいで。やらせてやらせて。ただ時間がねえぞ、残り5秒。この円巻き込まれたら生きて帰れないよ。行かなきゃいけない、もう。苦しい、これは苦しい。いや、これやらなきゃいけない。あー、オート打ちでエイムがブレブレ、これはきつい。これはきつい。武器しまわなきゃダメだ。生き残るなら武器しまって走るしかない。上からまたさっきの悪魔が狙ってる。これはきつい。ただもう無理やり入るしかない。お、いい判断。右から回った、いい判断。回復入れろ、回復入れろ、回復入れろ、回復入れなきゃダメだ、回復入れなきゃダメだ。お前さあ残り12。かー、ダメージが痛すぎ。そうなんだよ、最後の回復入れないとダメなんだよな。痛いんだよな。誰も入ってるぞ。さあ残り9人。円キワキワのバトル。うわ、うま。あ、近かったのか。そうだよな、わかんねえよな。さあ残り8人。加藤純子残ってる。ゼロキル、メディキットキットなし、包帯銃、動かざること山のごとし。こいつは争いに参加しないことでここまで生き延びた。さあ小林、いいね。みんなそれぞれ爆発的にキル取ってるやつはいないけど、ちゃんとした動きでここまで生き残った。陵侑、あ、加藤純子が、加藤純子初めての戦い。くっそ。お前俺の中た、うわ、つえ、こいつ。くくりり。お前、俺の中たって負けてんじゃねえぞ。そうだな。ミニの、あれ難しいよな。うわ、うめえ。後ろにはいない。うまい。でもちゃんと後ろもクリアリングする。正面に必ずいるであろう敵を、順当に倒していくと。あの崖際にいるの気づいてるからね。さあ、追われてくるやつを。あ、もう、あいつはもうダメだろうと。いやー、でも確かに厳しい。縁際際の戦い。いやー、これ厳しい。パルスで死んだ。さあ、残り4名。こいつ視点で行く？どこでぶつかる？
最初の接地面はどこだ、最初の接地面を探せ。こいつはやはり物語が、こいつが動かしそうな気がする。さあ、誰も入ってない、まだ。発見したね。撃つか。いや、まだ発見してねえか。こいつうめえな。もうこいつうめえ。なんかその、視点合わせるのがうめえ。敵がいるであろう方向に。はぁ、そうやって見んだな。いや、腕疲れない？それね、指が。お前とやる PUBG 重いよって言われちまうぞ、おい。出た、火炎瓶。あ？テクシン。なんだこれ。あー、やられた。残り3名。こいつがあれだ、さっきのやつだ、悪魔だ。あ、見たかった。悪魔視点で行こうか。こいつ俺がさっきさ、性格悪いわーって言ったやつだ。M24 か。M24 サップ付き？あ、開けた。いや！バレてる。うわ、うめえな、やっぱな。さあ、グレーを投げるか。この戦い熱すぎる。うわー苦しい。出たー、フライパンマシン来るか。かー、これは縁に恵まれ。あー、すげー、こいつすげー、木で木で。いや、すげー。なるほど、最後も木で遮蔽物、木を使って。なるほどな。いや、つえー、お前つか、みんな全然戦ってねえ。そして見事、1位に輝いたのは、なんだっけこいつ、ククリリ。順位も1位だし、キルも一番取ってるわ、こいつ。すごくねえか。あ、最後までやってて、おい、ちょ、一緒にやんべえ。ククリリと、ダークネス田中、何ダークネス、やりたくねえわ、お前と俺。ククリリ、ダークネス、田中、小林、OPGG。どう？ククリリ、ダークネス、田中、小林、OPGG。お前らスカウトしてやる。ちょっと見てみようぜ。へぇー。神様視点いいわ。なんかこういう奴らも強かったんだろうな、本当はな。ただ、不意打ちに会ってみたりさ、そういうので、本当はもう超強いやつとかも、消されて、ごく一部、の猛者どもが、トップで、加藤純一、お前、ゼロキルじゃねえかよ。お前、こいつの成績見れないの？こいつだけの。何発弾撃ったとかさ。はぁ、おもろいわ。おい。おい、ククリリとダークネス田中と小林、ちょっと名前覚えといて、俺が今からこいつらをスカウトしてスクワットやるわ。この100人を、やっぱこのな、トップ3ぐらいに入んないと、俺のレベルまでやっぱ達してないから、スクワットすべ。これ名前ちゃんとみんな覚えててね。